はい、943回始めます。3月31日ですと、ちょっとね、もう外明るんできましたよ。本当に、いや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 、廃屋で、いやー、本当に時間かかるんだな、これな。産経新聞からですね、犯罪被害者、加害少年、滞る賠償支払いということでね、請求額の2割以下が大半ということで、犯罪被害者の方々ね、裁判とかやって、裁判で判決下ってね、賠償金とかの支払い命令を受けたとしても、実際に金額入るのは犯罪被害者、ね、請求額の2割以下が半数以上ということで、ほとんど、少年犯罪の被害者には賠償金とか支払われないという現実、産経新聞書かれてます。少年事件で我が子の命を奪われた遺族らで作る、少年犯罪被害当事者の会は28日東京都内で記者会見し、加害者側からの賠償や謝罪の有無について会員の遺族に実施したアンケートの結果を公表したと、賠償の支払いが、請求額の2割以下しかないとの回答が半数に達し、謝罪がないとする遺族も半数を占めたと、謝罪を受けたとする遺族も全員が謝罪に誠意はなかったとしたということですね。少年犯罪ね、同会で活動する20の遺族のうち、事件から11年から31年経過した16遺族が回答を寄せたと。16の遺族ね、このアンケート結果によると、加害者側から民事訴訟などで確定した賠償の支払いについて全く支払いがないのが 1遺族、請求額の 1% 以下が3遺族、 1% から 20% 以下が4遺族、支払いが滞った場合、加害者側に自分で催促しているというのが3遺族、弁護士を通じて、催促しているのが5遺族、何もできていないが6遺族だったということで、また謝罪の有無について問うたところ、回答した14遺族のうち、ないとしたのが、謝罪がないというのが、7遺族、あったとした7遺族も全員が誠意は感じられないと、まあ結局少年犯罪の被害者側、賠償金も入らなければ謝罪も受けられないと、謝罪あったとしても、誠意が全く感じられないと、でこの少年犯罪の、ね、裁判とかでね、例えば少年が自分の当時少年だったのね、人間に自分の息子を殺されたとかいう悲惨なね、事件多々ありますけども、その被害者側、加害者側、裁判で、加害者がね、その裁判の時にね、反省の意思示したりね、今後賠償支払うとかね、うまいこと言うんですよ、これが。だけども実際はほとんどの場合は賠償金は払わないし、払えないし、謝罪がないと、しても全くね、誠意っていうものが感じられないと、いうケースが多いですよっていうことですね。はい、これが現実だと。で、民事裁判に勝ったからって払ってもらえていると一般的に思われてるかもしれないが、実際はそうじゃないですよと、払われていないケース、払われていたとしても請求額の微々たるもの、もう2割にも達しないと、いうのが多々あると、なんでね、そして裁判、そのね、賠償額支払わせるためにね、遺族側が動かなきゃならないのかと、遺族がね、手紙書いてみたり、弁護士に頼んでみたり、ね、お金かけて、しなきゃならないのかと訴えてますね。で、この遺族たちはね、国の方で何かできないのかという思いがあるという、国による賠償金の立て替えの制度、の
創設などを求めたっていうことでね、いつ何時ね自分の家族がね少年犯罪に巻き込まれて被害者になるか分かんないんでね、こればっかりは人事じゃないですよ。で裁判でね少年のね将来、更生のこととか考えて少年も反省してますと、これから更生して社会に役立ちたいとかうまいことなんとか言うんですよ。これがこれでねぐっとね、やっぱり人間ねそういう将来少年にも未来があるみたいな感じでね取ってると賠償金は払わない、もしくは払えないとかね、謝罪の言葉もない、またはしたとしても全く誠意が感じられない、謝罪の、気持ちが感じられないっていう謝罪、謝罪にもならない、そんな謝罪だったらしない方がいいよっていう謝罪あったとしてもみたいなね、本当に少年犯罪これね、私はね、少年だからって減刑する必要もないと思うし、少年に限らずですけどね、犯罪を犯す人っていうのはやっぱり更生させるのは難しいですよ。で社会が受け入れてくれないだろうなんだろう言いますけども、やっぱり何事もね一回やっちまったらなかなかそっからね戻ってくることってできないんで、私はね、もちろん一旦犯罪を犯した人たちをどうするか、社会でどうやって受け入れるか、またどうやって更生させるかっていうのも大事だけども、それよりもその1回目の犯罪を犯さないように、何度も言ってますけどね、するやっぱり教育、道徳観とかね倫理観とかそういったものの教育をに力を入れるべきだと思いますけどね。このアンケート結果見るとね、本当に如実ですよ。賠償金は払わない、払えない、謝罪もしない、できない、する気がない、しても意味がない、ね、誠意が感じられない、こんなんばっかりですよ。そりゃ遺族側もね、辛いですよ。で、賠償金払えってね、犯罪者に向かってですよ。裁判の後、しつこく、ね、取り立てじゃないんだから。そういうことをなんで遺族がしなきゃならないのか、やっぱ強制的にね賠償金決まったんだったら払わせるようなこと、国が国なり、行政なりがね給与差し押さえするとかね、制度作った方がいいですよ。あと国がね犯罪被害者に対して立て替える制度、これもねなんか基金とか作ってね国じゃなくても、そういった基金作るなりなんなりして、やっぱり犯罪被害者に多少なりともね寄り添うような仕組み必要だと思うな。これはちょっとひどいですもんね、このアンケート結構見ると、と思います。朝方に喋ってみましたよ。943回終わりにしたいと思います。明るんできましたよ世の中。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。失礼します。